秋田県秋田市、決して都会とは言えないこの地に、世界中からオーディションを通過した一流のダンサーが集まる。そして特別な1週間が始まった。ミトールリも踊る秋田のオーディションを通過したファイナリストの一人。柔らかい身体を生かした表現でステージに挑む。表情ですかね、体の表情とか細かくこだわってきたところなので、そういう温かい表情があるかなと思うんですけど、ちょっと舞台が広いからどこまでそういうのが届くかなっていう。そろそろ踊りを見せようかなと。昨日来たんだな。昨日来ました。なかなか見れないので、ね。初日は日本、台湾、カナダの3カ国5組のダンサーが公演を行う。I'm a little nervous just because there's so many amazing artists here and I want to show my best and I want to give a sense of Canada and a sense of Canadian dance. I'm the only Canadian artist here, and so that's really it's a lot of pressure for me to try and represent what's happening in Vancouver. And I think I want them to just relate to me. I want them to be able to see themselves inside of my body, see a sense of.I don't know, trauma or some sort of history or past that is starting to show itself through the skin.気を配り、最終調整。照明さんとも連携とって、この作品をやっていて、明かりのね、色とかも微妙になかなかみんなが使わないような色を使って、まとうだから、体をまとってるとか、皮膚まとってるっていう作品なので、体がとにかく。いよいよ本番を迎える。舞踏の生みの親と言われる土方辰巳生誕の地秋田。3日間の公演で1組のパフォーマーにだけ土方辰巳記念賞が贈られる。どんなに踊り慣れた作品でも、どんなに経験を積んできたダンサーでも、本番の前には必ず緊張が走る。そしてミトーもステージに立つ。
演を終えた後の楽屋は笑顔と達成感であふれていた。単にうまいだけじゃなくて、その表現としての強さのあるものがたくさんあってよかったと思います。優劣つけがたい、まさに規制の概念にとらわれない体、すごくテンションがあってよかったです。相当高度なものを見れてる、やっぱアクターの幸せなんじゃないですか、こういう意味で、ね。